津垣久ひさよは、ユニバーサルデザインプロデューサー、福祉コンサルタント、特定非営利活動法人さんクラブ理事長、大阪産業大学大学院客員講師、大阪産業大学大学院客員講師2012年3月で退職、宅地建物取引士、国際シンボルマーク使用許可取得、LLP ユニバーサルデザイン企画組合員、2006年から、 青空財団にて活動。青空財団主催2012年10月15日、西淀川区第一回災害時業援護者支援セミナーにて講演。2011年から学びフォーラムで幹事を務め、ユニバーサルデザイン教育も行う。事故に遭うまでは、健常者として、事故後は原因不明の症状に悩まされ中途半端な健常者として、 診断がついてからは障害者として、それぞれの立場を知る者として、自分の果たす役割を考え始め、51歳の時に車椅子を使う身でありながら2004年、プチハウスの名を起業し、障害者や高齢者にとって必要なものは、健常者にとっても便利なものこれをコンセプトに、身近な小物から住環境空間に至るまで、ユニバーサルデザインを提唱。ホテルや、 公共交通機関のユニバーサルデザインを推奨、ユニバーサルデザインを広める活動を進めている。自己以前は毎週花シリーズでハイキングやトレッキングに行き、冬はスキーに夏は登山と健康的な生活を送っていた。15歳頃から輪に魅了され、日本古来の匠の技や武士道の精神を愛し、自分自身を磨くことに専念する。書道、茶道、華道、総曲。 和裁を習得し、和裁検定を目指す。書道は六段。また、一時は女性写真家を目指していたが、現在は趣味にしている。ありがとうございます。